マルディンはトルコ共和国南東部のシリア国境部の都市である。マルディン県の県都であり、アルトク様式の建築からなる古い街並みと、北シリアの平原を見下ろす岩山の上にあるという戦略上の用地であることで知られる。3世紀にマルディンを開いた住民はシリア正教会のキリスト教徒たちであった。マルディンには七世紀から十二世紀にかけてのアラブ人の支配時期にも、 12世紀から14世紀にかけて、セルジュー基調系のある特徴が首都としていた時代ですら、大部分がキリスト教徒地区であった。ある特徴は1394年ティムール朝により滅亡するが、彼らはこの地域を統治することはなかった。マルディンは1517年、オスマン帝国のセリム一世の時代に征服され、第一次世界大戦の敗戦まで、その一部となっていた。 しかしマルディンは1832年にクルド人による反乱の舞台となっている。また、マルディンを建設した住民たちの子孫であるキリスト教徒たちは、ケマルアタチュルクによるトルコ共和国の独立戦争の際に多くが殺されるか追放されるかして、現在キリスト教徒は町の少数派となってしまっている。マルディンからの眺め、レーハーンモスクのミナレットが手前に見えている。 ありがとうございます。